こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですウクライナ南部のカホフカ水力発電所の巨大ダムが6月6日に破壊されて決壊しウクライナとロシアは互いに相手が破壊したと非難し合っていますが規模が小さいダムもロシア軍が各地で破壊しているという情報が入ってきています今日はこのこのとについてお話します。 この度ロシア軍が新たに破壊したと伝えられているのはウクライナ南東部のドネツク州を流れるモクリアリー川をせき止めたダムです。シュタインバッハ大学の石川がこのダムの包み頂点の長さを測ったところ6 0メートルほどと比較的小さなダムです。ダムの場所は最前線からロシア軍の支配地側に 10km ほど入った辺りにあります。 今はロシア軍の支配地域内ですが、最前線から近いので、ウクライナ軍がこの辺りまで地域を奪還してくるのを見越して、ウクライナ軍の進軍を洪水で押しとどめようと破壊したものとみられています。ドネツク州のモクリアリー川のダムをロシア軍が破壊したという情報は SNS で流れていましたが、 ウクライナのウクリンフォルム通信がウクライナ軍のシャーシェン報道官からの情報としても伝えましたシャーシェン報道官は次のように語りましたロシア軍は戦況の悪化でナーバスになっておりドニエプル川とモロチナ川の間の草原地帯を抜けてウクライナ軍がクリミア半島へと南下してくるのを何としてでも防ごうとあらゆる手段を講じています カホフカダム爆破の後もロシア軍は小さなダムをいくつも爆破して周辺地域を洪水にすることでウクライナ軍がそこから先に入れないようにしているのです。シャーシェン報道官はこのように語りました。また別の情報源によれば ロシア軍はメリトポリの西3 0トルにあるペトリフカ村付近の小規模ダムも破壊したと言われています。この映像はペトリフカ村の辺りを撮影した衛星画像です。ダムの破壊によって地域に洪水が起きているのが映っているとしています。なお、ロンドンのアナリストグラス・ノフチゴーンは次のように述べています。 ウクライナがもしクリミアを解放奪還すればプーチン大統領は大きな問題に直面することになるというのは誰でもが知っています。その敗北は世界のニュースで大きな見出しになるでしょうしプーチンはロシア国民からその屈辱的な敗北を隠すことはできなくなるでしょう。したがってプーチン大統領がクリミアへのウクライナ軍の前進を遅らせるために カホフカダムを爆破させたというのは決して驚くべきことではありません。ロンドンのアナリストグラスノッチゴーンはこのように述べました。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。